でございます本日は「国語を愛する国民の会」「我が国語を愛し学ぶ国民の会」にお招きいただきまして当にありがとうございます。えー、もう皆様大変あの国語とかお詳しい方々が聴衆でいらっしゃるのでえー、このあ一応自分でビデオも撮ってですね YouTube に流そうと思っておりますので流れて困る方はですねこの、えー、ご質問ご意見などをいただくときにはう映らないようにまた声を取られたくない方はですねあのそういったお考えくださいそれでそのおまあ YouTube だとかの聴衆の方々はですね必ずしも国語とか詳しくないかもしれませんが本日お,、ま、お集まりの方々はもう大変国語等 えー、お詳しい方々ですので、えー、お教えをこいつつ、えー、ご意見を伺いつつお話をしたいと思いますが、本日私はですね、まあそういうことも想定しましてですね、皆様、このお詳しい皆様でも、えー、初耳な事柄をですね、次々と新情報をですね、千、えー、1000円払ってよかったと、<laughs> <laughs> 思っていただけるように、私大体あの、 ケチなもんですから、1000円取ったら、3000円分ぐらい喋らないといかんなと。<laughs> だいたいそういうふうに考えちゃう方なんですね。えー、というわけで早速、えー、中身のお話をさせていただきます。えー、まず、配布してある資料とですね、投影資料とちょっとまあ別になってるんですけども、配布資料とはですね、電子版をですね、あのえー、インターネットに出しております。 それはですね、「尖閣480年史」という私のブログの今現在ですとトップのところにですね、えー、この「我が国語を愛し学ぶ国民の会」12月7日公演「ジオンカナと万葉カナと尖閣琉球2000年」という題でですねページが出てますのでこのブログに入っていただければそのまま、えー、こちらで、えー、リンクでですね 電子版、PDF もダウンロードしていただけますのでご覧ください。で、配布してあります資料がこちらのリンクでして、その下に東映、今日投影に使うもの、ほぼ同じ内容ですけれども、それもダウンロードしていただけるようになっております。えー、で、その、こちらは私映しますが、投影用のほぼ同じ内容ですが、ちょっとページ数を 増やして17ページまでになっておりますが、配布資料は8ページになっております。えー、早速、その1ページ目のところですがあ、配布資料1ページ目ですね。東映も同じく1ページ目ですが、えー、まず、広大としてですね、ジオンかなと万葉かなと尖閣琉球2000年、尖閣琉球2000年あるのかという疑問をですね、まず抱いていただくためにこのような題名にしました。 えー、尖閣琉球の歴史を、まあ、2000年まで引き延ばしてやろうということでございます。まあ,あ、完全な証拠というわけにはいかないんですが、ほぼそういう筋道,筋道を立てることができます、えー。それでですね、副題として、カエルアサジエ、正す文明、秘められる古族というふうにしました。意図はですね、えー、国語というものがですね、 アサジエによってどんどん変えられていくと。流行語だとかなんとかいうことでですね。うんえー、サステナブルと言ってみたり、なんとか、えー、LGBT と言ってみたりですね。うん、国語ではないような、えー、状態にどんどん変わっていく。このアサジエ、そして、えー、それを正すという文明というものがあり。そして、えー、また別途ですね。気づかない古い言葉というものが残っている。それを見つけていく。 こういった三方面というものを副題にさせていただきました。カエル・アサジエというのはですね、現在では一番この主流でありまして、あの、言語学の世界はですね、言語というものはどんどん変わっていくんだと。国語もどんどん変わっていくんだと。それが正しいんだということになってるんですね。それで我々のような国語を愛するというような方面の人間はですね、その変化していくという 言語というものを否定しようとする何か頭のおかしい人間だというような感じの流れにですね、え、話が、世の中の話が持っていかれちゃってるんですよね。しかしですね、よく考えてみるとですね、言語学の方は変わるということだけを心象膨大に言ってるだけのことであって、その中には精神論はもちろん入ってこないわけですよね。で、精神を分析は彼らはしない。 わけですね。言語学じゃないんだってことですね。ところが言語は人間活動ですから精神で動くわけですね。で、我々国民の意識は国語を愛するものでなくても一般的にもですね、えー、例えば世論調査、世論調査などをするとですね、正しい国語を使いたいと思いますかというような質問、設、うん、問があるとですね、まあ大方8割の人が正しい国語を使いたいという回答をするんですね。変化に任せていいとは誰も思ってないんですよね。 えー、ですから、その正しい国語を大切にするという意識を無視している言語学というのは、これはダメなんですよね、基本的に。うん、そして、じゃあ正しい国語というものをですね、正すというのはどういうことかというと、これは言語の変化というのは、要するに通俗的な流れに任せるという一つの現象ですよね。一方、正す文明と題しましたのはですね、変化させまいとする。 これも一つの現象なんですよね。文明的現象としてずっと歴代。まあ、例えば国学、えぇ、ー、慶中、物の通り、ノリナガ、藤原定家、その他国学のえー、偉い方々も、これは変化させまいとしてきた歴史なんですよね。このことを無視しては、ああ、これは言語学は成り立たないと考えるわけです。 で、一方ですね、正そうとするか、えー、流れに任せるかということと別にですね、気づいていない、えー、古いものがですね、だんだん気づいていく。それをまあ、例えば国学の方々はですね、えー、残された古いものを発掘して、えー、取り出していくということをずっとまあ、江戸時代、またはその、以前からしてきたわけですけれども、これはいかなるものなのかと。 いうことですね、えー、これについてはまた別途考える必要があるそれは実例に即して考えるまあ、えー、結論の出る話ではないんですねとにかく秘められたる古族というものは非常に大切であるこれをどう精神面で捉えるかといったようなことはですねまあ私などが結論を出せることではありませんが本日の主題ではあるわけですさてでこの絵はですね尖閣諸島の絵でございます勝手ながら八重山日報の「 えー、ビデオの画面から撮らせていただきました。石垣市長の背中でございます。で、今日はあ国語のみならず、えー、尖閣諸島の中に、えー、秘められたる国語のお話でございます。えー、それで国語の回ですので、最初に、えー、ちょっと申しておきますと、えー、今日はですね、漢字音についての話です。和語の話でなくてですね、漢字音についての話です。 国語の世界では、ジオンカナというふうに一般的に言われております。で、ジオンカナはですね、まあ、例えば、羊という言葉があれば、羊のヨをですね、ヤウというふうに昔は書くわけですよね。これを、まあ、国語を作文とかする中で、ヤウと書けと。こう,うまあ、漢字で書いてる分には、ヤウなのか羊なのかは気づかずに行くんですけど、それをしっかり把握せよと、国民一人一人に求めるのは、まあ、無理ですよね。 えー、一般的に国語に相当関心のある方でも、ジオンカナについては把握しきれない。私などは漢文学の教えておりますので、ジオンカナについてはかなり把握している方ですけど、それでも時々確認しつつ進んでいくという感じですけれども、えー。しかしこれに関してはですね、良い方法があると私考えるんですね。古典教育。古典はですね、成績のあまり良くない学生でもですね、結構ですね、あの、春は明け物とか、半分ぐらい暗唱してるんですよ、結構。 あの、疑音症者の鐘の声とかですね、半分ぐらい空で読めるんですね。あ、捨てたもんじゃないなと。<laughs> そうしたらですね、まあ、いろはにほへとは大学生は覚えてないんですけれども、こういうものをですね、古代音で読んでしまえばいいじゃないかと。 そうすれば、ジオンカナもそのまま読むことになる。つまり、イロハニホヘトと読まずにですね、イロパニ、ハヒフヘホはかつて、平安前期までですね、パピプペポだったと言われております。後に、ファフィフフペフという唇のマサゾンになるということですね。そういったことはもう、こちら、国語関係の方々にはもう本当によくご存知のことと思います。で、イロパニポペト、ティリヌルをタティトゥテトというふうに読んでてですね、ティリヌルをワヨタレゾ、トゥネナラムと、 ウィの奥山、ケプ越えて、あちゃき夢道、ウェピもせず。というふうに、えー、授業で時々読んで、君たちもよ読みたまえ、というふうにやるとですね、学生の反応は、どうなると思いますでしょうか。<laughs> クイズと言いたいところなんですが、学生笑うんですよ。えー、おかしいと思うんですね。それでも、やってみなさいということですね。えー、君がよぱ、ティオニーやティオニチャジャレイチの、イパポとなりて、 苔の鞭まで。というふうに読んでおけば、イパポとかもですね、岩を、は、イハホなのかどうなのかなと迷うことなく、イパポというふうに記憶しておけばですね、音で記憶する。そうすれば、えぇ、金遣いをですね、正しく把握するということを国民全体に、古典教育の中で、まあ代表的な古典だけでもですね、え春は明けぼのとか、そういうのを、春は明けぽのとかで呼ばして、読ましてですね、 そういうことを通じて、えー、国民がある程度覚えていくということができるんじゃないかと、まあ、考えるんですが皆様いかが <music>